富士山は山梨県と静岡県にまたがる活火山である。標高3776.12メートル日本最高峰の独立法で、その優美な風貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られている。数多くの芸術作品の題材とされ、芸術面のみならず気候や地層など地質学的にも社会的に大きな影響を与えている。 原水曲線の山陽を有した玄武岩質清掃火山で構成され、その山体は駿河湾の海岸まで及ぶ。古来霊峰とされ、特に山頂部は浅間大臣が鎮座するとされたため、神聖寺された。噴火を鎮静化するため、律令国家により浅間神社が採祀され、浅間信仰が確立された。また、富士山主元道の開祖とされる、 富士商人により、主言道の令状としても認識されるようになり、倒廃が行われるようになった。これら富士信仰は時代により多様化し、村山主元や富士港といった一派を形成するに至る。現在、富士山独周辺には観光名所が多くあるほか、夏季シーズンには富士登山が盛んである。日本三名山、日本百名山、日本の地質百選に選定されている。 また、1936年には、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。その後、1952年に特別名称、2011年に史跡、さらに2013年6月22日には関連する文化財群と共に、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の名で、世界文化遺産に登録された。 国際宇宙ステーションから見た春の富士山富士山についての最も古い記録は、日立国風土器における、福寺の岳という語であると言われている。他にも多くの古障が存在し、富士山もしくは富士山と表記する古文献もある。また、竹取物語における伝説もある。富士という長い山の斜面を表す山と言葉から、転じて、富士山と称されたという説もある。 近代以降の語源説としては、宣教バチェラーは、名前は、火を吹く山を意味する、アイヌ語の、フンチヌプリに由来するとの説を提示した。しかし、これは、いろりの中に鎮座する火の上紙を表す、アペフチカムイから来た誤解であるとの反論がある。その他の語源説として、マレー語説、マオリ語説、ゲンポリネシア語説がある。明確に、 富士山と表記される過程においては、駿河国に由来するとするものがあり、記録としては、宮古吉家の富士山紀に山を富士と名づくるは、軍の名に取れるなりとある。富士山が日本を代表する名法であることから、日本の各地に富士のつく地名が多数存在している。富士山麓では、静岡県に富士市や富士宮市、富士郡、山梨県に、 富士吉田市や富士川口湖町、富士川町がある。他によくあるものとして、富士山が見える場所を富士見と名付けたり、富士山に似ている山に富士の名を冠する例がある。日本国外に移住した日本人たちも居住地付近の山を富士と呼ぶことがある。全国各地には別所を含めて少なくとも321座を超える数の富士と名のつく山があり。 それらを強度富士と呼ぶ。地名以外にも富士を冠した名称は多く存在する。また、異名として不要本、富岳とも言う。富士山は独立法でよく目立ち、日本の最高法であることから古くからその高さが注目されてきた。以下は江戸時代からの富士山の標高計測の経緯である。明治初期までに測量された富士山の高さは小岩栄一。 地質ニュースピアニッシュも23から30、2003年10月による。鈴木行動ハイト・オブ・マウンテンズ、1998年9月標高として言及されるものには次の二つがある。三角点の標高三角の標高としてよく引用される。それは、主な三角の最高地点近くに三角点が設置されて、その標高が精度よく計測されているからである。 しかし三角点は、金棒の山岳との見通しや、設置位置の安定性を重視して設置されることから、山岳の最高地点に設置されるとは限らない。富士山では、県が峰にある二等三角点、富士山の高さが3775.51メートルである。2014年4月1日付標高改定前の数字は3775.63メートルであった。 山体の最高標高三角点の高さが必ずしも山岳の最高標高とは限らないことから最高標高の数値が別途に計測されることがある。例えば国土地理院は日本の主要な1 0 3の山岳について日本の主な山岳標高として公表している。最高標高の地点は眼体の高さなど必ずしも三角点の標高とは限らないため 山岳標高の表示は1メートル単位となっている。この国土地理院の日本の主な山岳標高によれば、富士山の高さは3776メートルであり、その位置は35度21分39秒138度43分39秒である。富士山の最高地点は県ヶ峰にある二等三角点。富士山の位置から北へ。 約12メートルのところにある岩であり、二等三角点との飛行は0.61メートルである。したがって、この岩の標高は3776.12メートルとなり、これが富士山の最高標高である。富士山の構造図富士山周辺の地形図地質学上の富士山は典型的な清掃火山であり、この種の火山特有の美しい山体を持つ。 現在の富士山の山体は大きく分けて、下記の4段階の火山活動によって形成されたものだと考えられている。この中で、戦勝後竹が最古であり、数十万年前の更新予にできた火山である。東京大学地震研究所が2004年4月に行ったボーリング調査によって、正後竹の下にさらに古い山体があることが判明した。 安山岩を主体とするこの第四の山体は戦勝後竹と名付けられた。古富士は8万年前頃から1万5000年前頃まで噴火を続け、噴出した火山灰が降り積もることで標高3000メートル弱まで成長した。山頂は放映河口の北側1、2キロメートルのところにあったと考えられている。2009年10月に GPS による富士山の観測で地殻変動が確認された。これは1996年4月の観測開始以来初めてのことである。この地殻変動により最大2センチの変化が現れ、富士宮市富士吉田市間で約2センチメートル伸びた。これはマグマが蓄積している現れとされている。プレートの観点からはユーラシアプレート外縁部で、 北アメリカプレートまたはオホーツクプレートと接するフォッサマグナに南からフィリピン海プレートが沈み込む位置であり、3個のプレートの境界域となっている。富士山下で沈み込んでいるフィリピン海プレートのさらに下に太平洋プレートが沈み込んでおり、富士山のマグマは東日本にある東湖火山と同様に太平洋プレートに由来するものである。 富士山の火山上の特徴は、川火山が非常に多いこと。日本の火山のほとんどが安山岩マグマを多く噴出しているのに対し、富士山は玄武岩マグマを多く噴出することがある。山頂河口を上空よりメディアを再生する富士山の眺め。その1、飛行機の窓から見た富士山。その2、ズームイン。その3、新幹線の窓から見た富士山。 山頂河口宝永山と宝永噴火高原流となる以下の河川は4水系に区分され、すべて太平洋へ流れる。富士山の噴火最終表記が終了した約1万1000年前、小富士の山頂の西側で噴火が始まり、溶岩を大量に噴出した。この溶岩によって、現在の富士山の山体である新富士が形成された。その後、 小富士の山頂が新富士の山頂の東側に顔を出しているような状態となっていたと見られるが、約2500、2800年前、風化が進んだ小富士の山頂部が大規模な山体崩壊を起こして崩壊した。新富士の山頂から溶岩が噴出していたのは、約1万千年前、約8000年前の3000年間と、 約4500年前、約3200年前の1300年間と考えられている。山頂部からの最後の爆発的噴火は2300年前で、これ以降は山頂部からの噴火はないが、長尾山や宝永山などの川火山からの噴火が散発的に発生している。延暦19年、延暦21年に、延暦噴火、上岸6年に、青木が玄溶岩を噴出した。 上岸大噴火が起きた。最後に、富士山が噴火したのは法英4年の法英大噴火で、噴煙は清掃圏まで到達し、江戸では約4センチメートルの火山灰が降り積もった。また、法英大噴火によって、富士山の山体に法英山が形成された。その後も火山性の地震や噴気が観測されており、今後も噴火の可能性が残されている。 噴火の年代が交渉できる最も古い記録は俗に本記に記述されている天皇元年に富士山より後輩があった下りである。平安時代初期に成立した竹取物語にも富士山が作品成立の頃活動期であったことを伺わせる記述がある。平安時代の歴史書日本三大実録には上元大噴火の状況が迫力ある文体で記載され、 平安時代中期のさらしな日記には富士山の噴気や非営現象を表した描写がある。宝永大噴火についての記録は荒井白石による折りたく芝の木をはじめとした文書、絵図等により多数残されている。その後も噴煙や明洞の記録は多く残されているが、記述から見て短期間活性規模な活動で終わったものと推測される。 防衛大,大噴火以来300年にわたって噴火を起こしていないこともあり、1990年代まで小学校などでは富士山は旧火山と教えられていた。しかし先日の通り、富士山には未だ活発な活動が観測されており、また気象庁が旧火山という区分を廃止したことも重なり、現在は活火山に区分されている。2013年7月20日、 産業技術総合研究所は、1999年から約15年分の投査データや地質調査データをまとめ、富士火山地質図第2版として発表し、2016年には修正過失が終了した。同時に溶岩が流れ出す規模の噴火は、過去2000年間に少なくとも43回あったとしている。山体崩壊の発生地震及び噴火活動に、 伴う三体崩壊なだれが発生年代は不明確なものも含めて南西側に5回北東側に3回東側に4回の計12回起きたとされているまた直下に存在が示唆されている活断層の活動によるマグニチュード7クラスの地震による崩壊も懸念されている災害対策近く変動の観測政府系機関や 自治体及び大学などにより観測が行われている。紛失物災害などへの対策気候山頂は、最短月の8月でも、平均気温が、摂氏6度しかなく、欠片の気候区分では、最短月平均気温が、摂氏0度以上、摂氏10度未満のツンドラ気候に、分類される。太平洋側の気候のため1月や2月は乾燥し、3月、4月、5月、6月が、 最新積雪トップ10を占める。観測史上最低気温は1981年2月27日に観測された摂氏38.0度で最高気温が低く摂氏30度未満の日も過去に数回観測されている。摂氏30度を上回ることがない1日というのは北海道でも例がない。富士山での気象観測かつて気象庁東京管区気象台が 富士山庁圏が峰に設置していた気象干所が富士山測候所である。現在は富士山特別地域気象観測所となっており、自動気象観測装置による気象観測を行っている。気象現象富士山6の天然記念物として、富士山原子林及び青木ヶ原、富士風穴などがある。伏流水白いとの滝富士山に降った雨や雪は長い年月をかけ、 副流水として地下水脈を流れ湧き出てくる。最も高い地点から湧き出す流水として確認されている例は標高1670メートルとされ、その多山陸を帯状に分布している。富士山陸における流水の総流出量は1968年で1日あたり154万立方メートル以上だという。しかし、 近年に輸出量の減少が確認されている例がある。また、一部で駿河湾や富士五湖の西湖で輸出があるとされている。富士山を源とする伏流水を利用し、周辺地域で製死業や医薬関連の製造業などの工業が活発に行われている。また、富士山の伏流水はバナジウムを豊富に含んでいるため、ミネラルウォーターとしてペットボトル詰めされ、 販売されている。溶岩洞窟聖国王森、穴入口富士山独周辺には、大小100以上の溶岩洞窟が形成されている。その中でも、総延長2139メートルの山追穴は、溶岩洞窟として、日本一の長さを誇る。また、山独周辺で、最大規模の溶岩洞窟として、聖国王森穴があり、国の天然記念物に指定されている。 その他、鳴沢氷結も国の天然記念物に指定されている。植生富士山は標高は高いが、日本の他の鉱山に比較すると、高山植物などの植生に乏しい。これは、富士山が最終氷期が終了した後に、山頂から大規模な噴火が繰り返したために、山の生態系が破壊され、また独立峰であるため、 他の山系からの植物の侵入も遅れたためである。しかし、宝永山周辺では、いくらか、高山植物が見られる。山の上部では、タデカオンタデ族のオンタデ、山腹では、菊川アザミ族の富士アザミが自生している。中部山岳地帯の鉱山の森林限界の上には、ハイマツが広がっているのが通例であるが、富士山には、ハイマツは欠如し、 その大体に唐松林が広がっている。三号目付近の森五号目付近の唐松林八号目付近の温立山頂部の猿基地帯植生はほとんど見られない富士山本宮浅間大社古代より富士山は山岳信仰の対象とされ富士山を新体山としてまた信仰の対象として考えることなどを指して富士信仰と言われるようになった。神聖な場所であるため 明治時代まで女人近世の伝統があり、女性が登山することは長らく禁止されていた。特に、富士山の神霊として考えられている、浅間大臣とこの花のお作や美名を主催神とするのが、浅間神社であり、節末社が全国に点在する。浅間神社の総本宮が、麓の富士宮市にある、富士山本宮浅間大社であり、富士宮市街にある本宮と、 富士山頂にある奥の宮にて富士山の神を祀っている。こうした歴史から富士山が世界遺産に登録されたのも世界自然遺産ではなく世界文化遺産としてであった。古代では富士山は駿河国のものであるとする考え方が普遍的であった。これらは高く尊き駿が鳴る富士の高根をや富士山は駿河国にあり富士山は スルガの国の山で真っ白な砂の山である、スルガの国にあるなる山なむなど、広く見られるものである。しかし、生読みの海の国打ちをするスルガの国と、こちごちののように、スルガ国、海の国両国をまたぐ山であるという共有の目線で、記された貴重な例もある。それより、後期の時代、イエズス会のジョアン・ロドリゲスは、次女、日本教会史にて、富士山は、 駿河国に帰属しているとしているため、帰属は、駿河国という関係は継続されていたと考えられる。登山口は、松大商人が開いた、登山道を起源とし、登山道が完成された。それが、最初の登山道といわれる村山口である。これにより、富士修元が成立したとされる。次第に、他の登山道も開削されてゆき、大宮、村、山口、須山口、 すばしり口が存在している。神仏集合は富士山も例外ではなかった。山頂部はふっつの世界と考えられるようになり、特別な意味を持つようになった。異例としては、昭和三年の記念名である木造座像が古いとされ、これは大日堂の旧本尊であった。鎌倉時代の書き物であるあず鏡には、神仏集合による富士大菩薩や、 浅間大菩薩という故障が確認されている。富士山頂の八つの峰を八葉と呼ぶことも神仏集合に由来し、文英年間の万葉集中尺には頂に八葉の峰ありとある。その多多くの書物で八葉の記述が確認できる。江戸時代になると徳川家康による秘語のもと本殿などの造営や内院参戦取得における、 優先権を得たことをもとに、江戸幕府より八合目以上を寄進された経緯で、現在富士山の八合目より、上の部分は登山道、富士山側溝所を除き、浅間大社の境内となっている。登山の大衆化とともに、村山手芸や富士港などの一派が形成され、富士信仰を発展させていった。富士港の流星が見られた18世紀後半以降、 信仰宗教として、旧来の登山道では発展できなかったために、吉田口を利用する道社が目立つようになっていたと考えられ、18世紀後半以降では他の登山口の合計と同程度であったという。富士山系の人々を道社と言い,い、例えば、明放時期の名王9年の記録に、この年6月富士渋部社山次無限、関東欄によりばしりへルベシ社付けなりとある。 また、登山における案内者、先導者を、先達と言い,い、先達の名が見える、同社長などが確認されている。慶応4年に、神仏分離令が出されると、これら神仏集合の形態は大きく崩されることとなる。富士山中や村山における仏像の取り壊しなどが進んだ。富士山教法寺は分離され、大日道は、一穴浅間神社となり、 大統領権限者は廃されるなど改変が進んだ。北口本宮、藤浅間神社では、二王門や小堂などが取り壊されることとなった。仏教的な名称なども解消され、八王の呼び名も変更された。1883年に御殿場口と残道が、1906年に新王宮口が改作された。富士山は、 平成23年2月7日に国指定文化財で、ある、史跡に指定された。史跡としての富士山は、複数の資産から構成され、史跡富士山として包括されている。指定範囲は、静岡県は、富士宮市と裾野市と寸東郡を山町、山梨県は、富士吉田市、南鶴郡の富士川口湖町と、鳴沢村である。 この時富士山8合目以上の山頂部や各社寺、東廃道が指定された。その後富士山本宮浅間大社社誘致の一部、一穴富士港遺跡、各登山道が追加指定された。富士登山の伝承においては伝説的な部分が多く入り混じっており、諸説存在する。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で4つの登山道が史上初の閉鎖となった。 山役線と内縁山線、富岳三十六系諸人登山山陸の各地域には各登山道があり、特に村山口と大宮口、椿陸地、須山口が古来の登山道であり、その登山道を管理する地域の浅間大社が山役線を徴収していた。これらの地域は互いに山役線などをめぐり争いを起こしている。特に内院山線は相当額になるため、 争いの火種になりやすかった。例えば、しり村への配分だけでも1年で76両を超えたといい、1個に約1両が配当される計算になるという。南院参戦の権利は、大名などに与えられた権利を根拠に主に3、地域によって争われた。村山としりと大宮である。村山においては、1533年に村山三宝の 辻の坊が今川宇治寺により内院参戦の取得権を与えられている。椿は1577年に武田氏により薬師堂の会長日の内院参戦の取得権が与えられている。大宮は1609年に徳川家康が内院参戦を浅間大社に寄進し内院参戦の取得の有意権を得ている。浅間大社の大宮寺が 村山より登る際は山役線を取られたので村山を避け、椿から倒廃する慣例などもあった。新規にできた登山道である原富士吉田口は登山道を管理している椿に許可なく浅間大社の大宮寺富士信康など富士市が自分たちに山役線を支払えば椿の登山道を利用するにもかかわらず勝手に山掛けの許可を与えたことで論争となり加工と 吉田は1810年に登山ルートや山薬船の徴収方法で論争を起こし、大宮と吉田では薬師堂における薬船の配分で争っている過去などがある。元禄の,の総論元禄16年に参戦や山小屋経営をめぐり須走村が富士浅間神社本宮を訴えた総論が元禄の総論である。須走村側は東口本宮、 富士浅間神社の神主や子志らが、浅間大社の大宮寺富士信康など、富士氏らを相手ド理事社奉行に訴え出た。訴えは参加状であった。一つは、浅間大社が吉田村の者に薬師学の小屋掛けを認めたことへの不服。二つ目は、浅間大社側が造営した薬師堂の胸札に、富士本宮が、 入り仏を務めるという旨の記述があることを、りの既得権を犯すものであるというもの。三つ目は、難院の参戦取得における二番拾いは、り側が得るという慣例となっているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。これに対し訴えられた浅間大社側は、江戸に赴き、役師学は、り村の地内ではないこと、役主堂の入り仏については、 浅間大社側が造営したものであるので権利は、浅間大社にあること、参戦の2番拾いの関連は根拠がないということを主張した。それらは、第三者に委ねる内裁という扱いとなり、その内裁にて、他の者に小屋かけさせないこと、薬師堂の入り仏は、すばしり村が行うこと、内院参戦は1番拾いを大宮とすばしりで6、4で分け、2番拾いは、 つばしりが得るものとするという決定となり、以後これらは遵守された。安永の総論安永元年に、つばしり村が山頂の支配権は、同村の支配にあるとして、浅間大社を相手として訴えた総論が、安永の総論である。また、これを見た浅間大社側の藤民済みも反論を起こした。さらに吉田村と浅間大社とで、支配地域を確定する総論もあったため、 ここに、大宮、新規参入である吉田と素走りの争いの決着が望まれることとなり、環状奉行なども関わる大論争となった。安永8年に持ち越されることとなった。結論は、徳川栄康が富士山本宮浅間大社を信奉していたという幕府側の配慮があり、環状奉行、長奉行、寺社奉行のいわゆる三奉行による再挙で最終的に、 富士山の八号名より上は、富士山本宮あさ大社持ちとすることが決定された。この二社の総論を起因とする裁判により、これまで曖昧であった山頂の支配権や、その他権利の所在などが、江戸幕府により明確に定められることとなった。メディアを再生する日の出と富士山富士山は、昭和二十七年十月七日に、名称に指定され、同年十一月二十二日に、 特別名称に指定された。山梨県側は、富士吉田市、船津村、鳴沢村、中野村の範囲が指定された。静岡県側は五中道に囲まれる、地域全部及び富士宮口登山道と五天場口、登山道を挟む、標高1500メートル以上の地域、またこれと重複しない1合目以上五中道に至る。 富士宮口登山道及び椿口登山道が範囲となっている。富士山への良好な眺望が得られる128系233地点を国土交通省関東地方整備局が関東の富士見百景として2005年に選定した。また2017年には環境省及び都県市町村が中心となり富士山がある風景百選が選定された。 富士箱根伊豆国立公園指定80周年記念事業に伴うものである。羽田空港から西に向かう国内便などでは富士山の上空を通過する。その際、機長が富士山を案内するアナウンスをすることが多い。また、新年のご来航を見るための遊覧飛行便も運行される。富士山を見ることができる再延地は和歌山県那智勝浦町にある 色川富士見峠で富士山町からの距離は322.9キロ。また、眺望の北限は2017年1月16日に福島県川又町と飯舘村にまたがる花塚山と日本地図センターにより認定された。南東方向に約271キロメートル離れた八丈島の三原山からも眺望される。富士山の見える都道府県は 理論上可能とされていた京都府から2014年に撮影に成功したことにより20都府県となった。富士山の表情は見る場所、角度、季節、時間によって様々に変化する。富士と名がつく、いくつかの姿がある。富士三十六景海の夢、山浦富士現在も富士山の山小屋や登山道の道標として表口や裏口という表現が見られ、 一般的に静岡県から見た富士山を表、富士、山梨県からの姿を裏富士として認知されているが、これには歴史的背景がある。遠方8年に作成された八葉九村図ではすでに駿河口表という表記がある。他に海の国島木35ではこのような記述がある。東山寺八北派吉田口、南蓮橋走橋口。 村、山口、大宮口の四道なり、南面を表とし、北面を裏、とすれども、海の国下の資料にも共通した記述が見られ、このように南六を表、北六を裏とする考え方は、一般的な認識であったと言える。これとは別に、裏富士という言葉があり、葛飾北斎の、富岳百景裏富士、富岳36系三十六景信川裏富士や歌川広重の、 ふに36警戒の夢、山浦、富士など作品名に採用されている例が見られる。かつ火山かつ日本最高峰で広大な山麓を持つ富士山は自然科学と人文科学の両面で研究対象となっている。火山防災や地質学、気象学、生態系といった自然科学では山梨県富士山科学研究所人文科学を含む 学際的研究では、静岡県富士山世界遺産センターや、富士学会といった専門の研究機関、団体もある。地形の険しさや山頂近くの強風により、野外で実地搭載できるのは、富士山のこの10%程度であり、植生が不明なエリアも多い。上空からの観測、撮影も、ドローンの上昇限界が2750メートル程度という、制約がある。 二分型富士の霊憲本着色富士んだらず、かのもとの部分型富士の霊と同じ構図の実写富士は、ギャラリーに掲載富士山画は、平安時代に歌枕として読まれた諸国の名所を描く名所への成立とともに始まり、現存する作例はないものの、記録からこの頃には、富士を描いた名所絵屏風の画題として描かれていたと考えられている。現存する最古の富士図は、 法流事件の宝物であるの、聖徳太子絵伝で、これは、甲斐の黒駒伝承に基づき黒駒に乗った、聖徳太子が富士を駆け上る姿を描いたもので、富士は、中国山水画風の山岳図として描かれている。落役白片見変茶万名富士山鎌倉時代には、山頂が三方に分かれた、三部型富士の描写法が確立し、異性、物語、絵巻、 曽我物語藤巻狩り図など、物語文学の成立とともに舞台となる富士が描かれ、富士信仰の成立に伴い礼拝画としての富士んだらずも描かれた。また、絵地図などにおいては半古城で緑色に着色された、他の山に対して山頂が白く間接した状態で描かれ、特別な存在として認識されていた。室町時代の作とされる、 原本着色富士万ダラずには、三部型の富士と、その富士山に登る人々や、禊の場であった浅間神社や遊玉地が描かれており、当時の様子を思わせるものである。また、伝説集作、富士三保清み寺図は、見保の松原と富士山を同一画面に収めた作品であり、静岡市日本平からの眺望とされている。雪舟型の富士山図は、江戸時代を通じて、 写しの手本とされ、仮の葉を中心に、数多くの作品が派生している。外風改正、葛飾北斎作江戸時代には、1767年に、河村瓶行が、絵本、百富士を出版し、富士図の連作というスタイルを提示した。葛飾北斎は、河村瓶行の手法を援用した、富士図の連作版が、富岳36系、及び、絵本、 富岳百景を出版した。前者において、白雷顔料を生かした合図りなどの技法を駆使して、富士を描き、夏の赤、富士を描いた外風海星や、山下白、荒れ狂う大波と富士を描いた、神奈川沖浪裏などが知られる。校舎は、墨単色釣りで、旧来の名所にこだわらず、天候描写にこだわるなど、抽象性が高まっている。 また、歌川広重も、北斎より、後の1850年代に、富二三十六景、富二三十六景を出版した。広重は、海の国をはじめ諸国を旅して、実地のスケッチを重ね作品に生かしている。東海道五十三寺でも、富士山を題材にした絵が多く見られる。北斎、広重らはこれらの連作により、 それまで富士見の高スポットと認識されていなかった、地点や、海の国側からの裏、富士を画題として開拓していった。工芸品としては、本阿弥光越が自ら製作した落焼きの茶碗に、富士山の風情を見出し、富士山と銘打っている。五十先生不死兵岡田暮れ内部が撮影した、明日香山からの富士山がモデル。富士は、日本画をはじめ絵画作品や工芸。 写真、デザインなど、あらゆる美術のモチーフとして扱われている。日本画においては近代に、食産工業などを通じて、富士が日本を象徴する衣装として位置づけられ、美術をはじめ商業デザインなどに幅広く用いられ、絵画においては伝統を引き継ぎつつ、近代的視点で描かれた富士山絵画が制作された。また、鉄道、道路網など、 交通機関の発達により数多くの文人、画家が秘書地や保養地としての富士山録に滞在し、富士を題材とした作品を制作しているが、富士を描いた風景画などを残している画家として、富岡鉄斎、洋画においては和田栄作などがいる。富士山をモチーフとした美術品は当時のヨーロッパでも多く流通しており、このことから富士山もヨーロッパで広く知られていた。 1893年、日本を旅行していた、オーストリア・ハンガリー帝国の後位継承者、フランツ・フェルディナント大公は、日記に次のように書いている。富士山、富士の山。一体、この日本の象徴、ヨーロッパでは普通富士山と呼ばれる、お知らない者などいるのだろうか。ヨーロッパで最も好まれる日本工芸のデザインとして、漆器、陶磁器、和紙、 金属などに描かれているから、もう、私たちにはおなじみだ。8月15日付けその後も富士山は、大日本帝国により日本国及び、生俗両面の統治者である天皇を中心とした、日本独自の政治体制である国体の象徴として、位置づけられ、富士は国家のシンボルとして様々に描かれた。これは、太平洋戦争で日本と戦った。 アメリカ合衆国にも共有された概念で、反日感情を煽るアニメや、ポスターなどの繊維紅用創作でも富士山が取り上げられた。また、軍事目標としての富士山頂への攻撃も行われた。戦後には、国体のシンボルとしてのイメージから解放された日本のシンボルとして、日本画家の横山大観や片岡玉子らが富士を描いた。また、 現代美術の世界ではこれらの伝統的画題へのアンチテーゼとしてパロディや風刺、アイコンとして富士を描く傾向も見られる。深田久也は日本百名山の中で富士山を詳細工を浪しない大きな単純と評し、陽動でも富士の絵は描くがその間を表すために画壇の巨匠も手こずっているという。日本画全般の題材として富士見作業があり巨大な 富士山を豆粒のような人物が見上げるという構図で水墨画や長金でも描かれている。千円札、九五千円札のモデルとなった、元トスからの富士山近代では、紙幣や切手のデザインにも用いられている。富士山は和歌の歌枕としてよく取り上げられる。また、万葉集の中には、富士山を読んだ歌がいくつも収められている。 タゴの裏、誘致入れてみれば真っ白にぞ。富士の高根に雪は降りけるは、山部赤人による有名な短歌である。また、この繁華のその次には、作者不詳の長歌があり、その一節に、燃ゆる、火を、雪持ち承知降る雪を、火持ち承知つつ、燃える火を雪で消し、降る雪を火で消しつつとあり、当時の富士山が火山活動を行っていたことが伺える。新古今和歌集から、 富士の煙が歌われている。風になびく富士の煙の空に消えてゆく絵も知らぬわが、心かな災業都人にとって富士は遠く、神秘的な山として認識され、古典文学では、宮よしか、富士日記が、富士の様子や伝承を記録している。竹取物語は、物語後半で、富士が舞台となり、時の天皇がかぐや姫から送られた。 不老不死の薬を月の岩傘と大勢の死に命じて天に一番近い山の山頂で燃やしたことになっている。それからその山はスータの死にちなんで藤山と名付けられたとする命名説話を記している。なお、富士山麓の静岡県富士市日な地区には竹斎塚として言い伝えられている場所が現存している。他、源氏物語や、 伊勢物語でも富士に言及される箇所があるものの、主要な舞台となるケースは少ない。富士は、木の江春の国境に位置することが正確に認識されており、古代においては、駿河国に帰属していたため古典文学においては、駿河川の富士が題材となることが多いが、堤中納言物語では、海の川の富士について触れられている。また、八面霊老という言葉は、 富士山から生まれたと言われ、どの方角から見ても整った美しい形を表している。中世から近世には富士北六地域に富士山傾者が往来し、江戸期には地域文芸として徘徊が盛んであった。近代には鉄道など交通機関の発達や富士裾野の観光地化の影響を受けて多くの文人や民族学者が秘書目的などで、 富士へ訪れるようになり、新田次郎や草野新平、堀口大学らが富士をテーマにした作品を書き、山岳文学を、はじめ多くの気候文などに描かれた。富士山麓に滞在した作家は数多くおり、武田大潤は、富士山麓の精神病院を舞台とした小説、富士を書いており、妻の武田ゆり子も、大潤の死後に、富士山層での生活の記録を、富士日記として記している。 津島優子は、山梨県植卓の地質学者であった母方の石原家をモデルに、富士を望みつつ激動の時代を過ごした一族の物語である、火の山、山猿木を記した。また、北陸地域出身の文学者として、自然主義文学者の中村誠子や、戦後の在日朝鮮人文学者の李吉恵がおり、それぞれ作品の中で富士を描いており、中村誠子は、 地域文芸の振興にも努めている。太宰治が昭和14年に執筆した小説、富岳百景の一節である、富士には、月見草がよく似合うはよく知られ、山梨県富士川口湖町の三坂峠にはその碑文が立っている。直木賞作家である新田次郎は、富士山町速攻所に勤務していた経験をもとに、富士山の協力の生き様を描いた直木賞受賞作、 協力伝や富士山頂をはじめ数々の富士にまつわる作品を執筆している。高浜巨士は静岡県富士宮市の沼保駅で降りた際、美しい富士山を見て歌を詠んだ。駅前にはその火火が建てられている。とある停車場を富士の裾野で竹の秋、沼保で降りる、小連れ花のバー、富士山一帯の宗教施設や秘書、 富士登山を目的とする観光客相手の観光業も活発に行われている。しかし、富士山麓には温泉地として成立する規模の湯量は湧き出していない。富士山の利用について、静岡県側が自然、文化の保護を重視するのに対し、山梨県側は伝統的に観光開発を重視している。山頂所有権問題、山小屋トイレ問題、マイカー規制問題、 世界遺産登録問題等、過去から現在に至るまでの折々で、双方の思惑の相違が表面化している。富士登山富士登山には登山の知識や経験、装備が不可欠である。一般的には、毎年7月1日の山開きから9月上旬の山ま前までの期間、登山が可能である。期間外は、万全な準備をしないものの登山は原則、禁止されている。 特に積雪期、残雪期の登山は極めて危険である。その他の観光その優美な姿から、富士山が見える場所は著名な観光地となっていることが多い。2月23日を二ふ、に、じ、さん、さんと語呂合わせで読み、富士山の日として制定している自治体がある。静岡県、山梨県どちらも富士山は普段の生活に溶け込みすぎており、 あって、当たり前の空気のような存在である。そのため、富士山の日に、各自治体や県内企業などが様々なイベント等を、催し、参加することなど通じて、短すぎる富士山を改めて、日本のシンボルとしても名高い名宝として、再認識する機会としている。また合わせて、富士山の世界遺産登録に向けた動きを、地元から活発化したいとの期待も込められている。 静岡県教育委員会で各市町村に対して2011年により富士山の日を学校休業日とするよう要望した。休業日として組み込んだ自治体がある中、ふもとである富士市教育委員会では特定日を学校休業日とすることはなじまないという理由で2011年以降休業日としていない。ただし富士山の日の意義から学校で学べる場の提供や 富士山子供の国の無料開放、図書館や博物館などの社会教育施設にも富士山の日にちなんだ事業実施を要請している。なお、富士山の日を最初に宣言したのはパソコン通信ニフティサーブ内の山の展望と地図のフォーラムで1996年1月1日にネット上で発表した。 静岡運輸支局管内の4市2町と山梨、運輸支局管内の1市2町4、村を対象とした、いわゆるご当地ナンバーとして2008年11月4日から、富士山ナンバーの交付が開始された。管轄支局が2県にまたがるナンバープレートは珍しい。富士山検定実行委員会が主催する、富士山検定が、富士商工会議所、富士吉田商工会議所、 静岡新聞社、静岡放送、山梨日日新聞社、山梨放送、NPO 法人富士山検定協会の5社により行われている。富士山の湧水を琵琶湖へ、琵琶湖の水を富士山町へ注ぐ交流が昭和32年以降静岡県富士宮市と滋賀県大海八幡市の間で続けられている。これは、大海の土を掘り富士山を作りその穴が、 琵琶湖になったという伝説からである。富士山の湧水を琵琶湖へ注ぐことをお水返しと言い,い、琵琶湖の水を富士山町へ注ぐことをお水取りという。2014年には日本富士山協会と中華民国山学協会との間で富士山と玉山の友好山提携が締結されている。標高3952メートルの玉山は、 台湾の日本統治時代に新鉱山と呼ばれ、日本の最高峰であった。1945年7月10日、富士山町にあった富士山速攻所にアメリカ軍による機銃装射攻撃が行われた。富士山は独立法で遠方への眺望が危き、日本本土空襲を行うアメリカ軍機の動向を視認できる場所であったほか、 1944年には東京と八丈島を結ぶ無線通信回線の中継拠点として山頂の旧登山小屋が活用されたため、麓からの送電が始められ、高層気象観測拠点として重要な速攻所へも給電された。また、この速攻所からは東京の東0日管制を点検していた。日本の象徴という文化的意味に加え、 軍事拠点ともなった富士山町への攻撃が対戦末期に行われ観測員に負傷者が出たことが業務日誌であるカンテラ日記を通じて残されている。またアメリカ軍は日本の降伏を早めるために富士山をペンキで真っ赤に染め上げ式を下げるという計画を立案した。しかし計画に必要な物資の量が B-29 約3万機。 ペンキ約12トンという膨大な量になる計算だったため現実性に欠けるとして計画は中止されたというエピソードも紹介されている。ありがとうございます。